なおチャンネル。こんばんは。なおチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回の動画はこちらですね。ジャック。新しいシャフトを購入いたしました。ドライバーのこちらスピーダー NX ブラック50の S を購入しましたんで、これが今僕が使っているのはこちらのスピーダーエボリューション7。こちら使ってるんですけど、これの、最新モデルって言っていいんじゃないですかね。これのシャフトを購入しましたんで、ちょっとどちらが性能がいいのか打ち比べてみたいと思いますんで、ちょっと試していきたいと思います。見てみよう。はい、ということでまずはこちらのスピーダーエボリューション7、こちらの今使っている、シャフトの方を試してみようと思うんですけど、今使っているドライバーこちらですね。弟から借りパクしたパラダイムです。どうぞかなんか合わんいうことで、今もう僕もらってます。で、これドロー設定にしてますので、こちらまず売ったと思うんですけど、はい、今回も毎度おなじみのこちらショットトレーナー、こちらを使って計測したいと思いますので、ちょっと打ってみます。エレメに行ったらスライス、あー見てください、これこんな感じです。204ヤード。204ヤード、ヘッドスピード43で204ヤードですね。ちょっと曲がりますね、やっぱりこちらはね。こちら先中調子だと思うんですけどね、まあ調子よければこれ本当に調子いいんですけど、ちょっと何球か打たないとやっぱり調子上がらないんで。はい、しょ、今のいいんじゃないですか。今のいいね。今日一ぐらいだと思いますが、見てください、42.3 の飛距離、199ヤード。おいおい、あれでこれバグってますね。あ、バグってます。まあちょっともう何球かちょっとさらっと打っていきたいと思いますね。ヘッドスピード 43.1、 206ヤード。おお、まあまあこんなもんか。おい、まあまあいいです。ヘッドスピード 43.1。 211ヤード。まあまあまあこんな感じですね。このスピードエボリューション7だとこういう感じのになってます。はい、ということでこちらのシャフトちょっと試し打ってみたんで、今度こちらの新しいスピード NX のブラック、こちらに変えて打ってみたいと思います。ちょっとリシャフトしようと思います。ではちょっとリシャフトしていきます。今もう簡単に前も言いましたけど、以前の動画でも言いましたが、これ簡単にここをこれでこのトルクレンチで緩めたらすぐ変えれるようになってますので、こうやってめちゃめちゃ今便利な時代ですよ。まあ、キャロウェイの、まあ、ここスリーブっていうんですけど、ここのスリーブの部分をキャロウェイ専用のやつ、これですね、こういうやつ、これを変えるとすぐ変えれるようになってますんで、これでもうパパッと変えることができます。ということで、こうやって変えることができました。こんな感じですね。見てください。かっこいい黒、スピーダー NX のブラック。じゃあ、これをちょっと打ってみたいと思います。どんな球が出るのか。ちなみにこれ、今50です。
また右出ましたよ。一発目。え211ヤード。おお。ヘルスピード 43.1 あんま変わらんのですけど、飛距離211。いいですね。じゃあもう何球か打ってみたいと思います。最新モデルのいいのか、どうなのか。これも中間、確か先型調子だと思うので、性能が一緒なんですよ。ちょっと待って待って待って。216ヤード。すごくねえわ。飛ばへん。こうじゃけど。ミート率も上がってる。ミート率上がってる。うん。さっきのやつだったら 13.1.3 なんぼぐらいのが今 1.4 まで上がってるね。おお。いいやん。いいのかこれ。ちょっと、多分先長調子でも、こっちの方が、なんていうんですかね、ちょっとしっかりした感じじゃありますね。スピードセブンの方はなんかちょっとしなり感がある感じなんですけど、こっちの方がちょっと中調子みたいな感じ、なんかちょっとしっかりしたような感じですね、感触としては。パンと叩ければ曲がらない板も出そうな感じはします。ちょっと力入れてみましょうかね。しっかりした感じするので、やっぱちょっと右に行きますね。あ、でも平均して212ヤード、210超えてます。平均して210超えとるんで、え、こっちの方が飛ぶ替えですね、これ。多分替えかもしれん。替えというか、まあ、そのために買ったんですけど、こっちの方が飛ぶか、ちょっと自分の体が曲げとる感あるんですけどね。 A のが打てればもっと捕まった球が、ああこれ失敗、これヒールなんで、これ全然ですよ。ほらヘッドスピード44に上がったんですけど196ヤード全然200もいってないんでちょっと練習が必要なんですけど、多分ちょっとしっかりしとるんで、あれだったらスピーダー7は春夏用で寒くなるって、フレンクなる、はい、スピーダー7が寒くなる秋冬用、触れなくなるんで、でこっちは春夏用、ちょっと暖かい時に使ったらいいかもしれないです。今ちょっと今日正直年末なんで、これ撮影も年末なんで、ちょっと肌寒いんですけど、なんでスピーダーセブンの方がいいかもしれないんですけど、これ春夏に暖かくなった時に使ったらいいかもしれないですけど、まあ、ちょっと二刀流でいこうかな。今日エンゼルス来てほしい、二刀流、まあ、エンゼルスは野中ですけどドジャースですけど、ちょっと僕も二刀流でいこうかなと思います。シャッといいかもしれない。ちょっと最後もう一発いきます。ちょっと逆見ましたけど、あ、まあこれやっぱ出てないですけど208ヤード、うん、ですね。平均したらヘッドスピードは43、まあほぼ変わらずなんですけど、比較的210ヤードぐらいは出るいうことですね。まあ、いうことですね、今こちらとこちら新旧打ち比べてみたんですけど、うん、さらに言いますけど、こっちの方がやっぱしなり感がある。でこっち同じ中調子なんです、先中調子なんですけど、こっちの方がしなり感があって、こっちの方がちょっとしっかりした感じなんで、こっちがちょっと寒い時用、こっちが暖かい時用みたいな感じでやったらいいんじゃないかなと思ってくるので、まあ、どっちも多分自分には多分合ってるはずなんで、力がない自分にとってはいい100だと思うんで、だから白と黒ということになってちょっとかっこいいじゃないですかということで、ちょっとまあちょっとこの後これ実践でちょっと試してみたいと思うんで、ちょっと実践動画撮ってますので、そちらをちょっとご覧ください。
それではじゃあ実践やってみたいと思います。今日はここ岡山霞橋ゴルフクラブさんに、お邪魔しております。ということでこちら藤倉のスピーダー NX ブラック、こちらの新しいシャフトに差し替えましたんで、このパラダイムとコラボでどんな球が出るのか楽しみですが、実践試してみたいと思います。ここは2番ホールですね。330ヤードのパー4です。正面の木右ぐらい狙いでいきます。115ピッチングいますね。やべ、引っかかった、左行った。めっちゃ引っかかった。はい、グリーン左サイドのラフ、残り35ヤード。なんとかボギーに締めました。よし。はい、いうことでスピーダー NX ブラックの、実戦、やってみ打ってみたいんですけど、今あの1球に関しては球がよく上がりましたね。前回やっぱ球筋がちょっと違う感じしますね。やっぱシャフト、そうですね、前回のセブンとはまた違いますね。なんか打ちやすい感じあるんで、めちゃめちゃいいショット打てそうな気がしますんで、これはもうちょっと練習して今後も頑張っていきたいと思います。ということで、NX スピーダー NX ブラックの、リシャフト動画以上となります。このチャンネルがいいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。